クライブお前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか。ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ。ようやく弟を紹介できる。ジョシアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシア。よろしく。な。ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。何者かの指揮のもとに動いておるようだった。アルテマと思うか。なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。
生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ、わしらは。ミド、船は出せるか。まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。トルガル、いいか、議事堂へ向かうぞ。俺は襲われている。セイガ
シアの兵庫王国何を目的でこの町を。
ちを祈るしかない。誰が騒いでいるのかと思えば、あなたの到着をお待ちしてましたよ、ミュートス。その声、ロザリス城の地下で聞いた。ウォールードの兵士だな。この町のアカシアは貴様らの仕業か。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我謎という人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。何？そしてこの町にはもう彼ら以外は存在しない。貴様なんてこと。いいでしょう。あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っていたのです。大義の糧となるのであれば必ずやバルナバス様もお許しくだされ。我が名はスレイプニル・ハールバルス。いざ尋常に。さあミュートス、全力でお相手願いますよ。そこか。
おや、ニュトスの力とはそんなものなのですか。もっと本気を出していただかないと戦う意味がありません。火をつける何かが必要です。バルナバス様より授かりし豪壮グングニル、この槍見切れますか。その見切れせる。バルナバス様、兄さん、クライブ、
二人とも無事で。兄さんこそ。残念だけど、向こうの屋敷は。もうやられていた。こちらも遅かったようだ。戻ってガブに伝えよう。どうした？いや、何も。何が？そうせくな、ミュートス。バルナバスを。さよう、我が名はバルナバス・ザルム。ウォールド王国の国王である。下がってろ。その腕、多少は期待していたのだがな。だが、内なる力は確か。ミュトスであることに疑いはない。なぜ、俺をミュトスと呼ぶ？ミュトスとは世界の礎。創世の右利に、神を迎えるべき。器だ。器。ジョシュアの言う通り、アルテマは俺の体を。何をする気かは知らんが、そう簡単にやるわけにはいかない。俺にはまだなすべきことがある。だから、神だろうが邪魔はさせない。自我を歌い、人であることに固執するか。やはり、御方のおっしゃる通り、その思念を断ち切るほかないよ。
くら召喚獣の力を与えられようと。それではな。大丈夫なのか。フェニックスの力は傷を治すことしかできない。あとは兄さんの気力次第だ。それにしても驚いた。こんなところで船を作ってたとは。さながら隠し港だ。あの船は機密の塊だからね。こっそりやらないと役人どもがうるさいんだ。おかえり。様子はどうだ。まだ起きんか。命があるだけよしとすべきだが、戻ってきた時はもうダメかと。いえ、兄さんは全身の筋を狙って切られていました。あえて殺さずにいたとしか思えません。まさか、そんなことは。ロズフィルド教、預かります。申し訳ありません。駒遣いのようなことまで。ああ、何これくらいしか役に立てんからな。わしに構うことはない。そんなことは。俺たちの隠れ家だけじゃなくて、あれの建造にも多大な資金援助を。感謝しきれませんよ。ただの小娘にここまでしてくれるなんてさ。あんたたちみんな変わってるよ。お人よしなんだろうな。クライブ兄さん、気がついたか。多くの人を救いたい。きっとそれだけなんだ。それはシドの、君の父さんの願いでもある。そうだな。心配かけやがって。奴らは、町のアカシアたちは姿を消した。アインヘリアルも港を出た。バルナバスもそこだろう。クライブ、ジルが戻ってきてない。何があった。あんたを逃がすために盾になったって。大丈夫だ。ジルは生きてる。僕もそう思うよ。シヴァのエーテルは未だ途切れていないから。アインヘリアルを追う。ジルはきっとヤツのところだ。そんなこと言っても船はまだ動かせないぞ。急いではいるけど、ミスリル機関の出力に部品の方が耐えられないんだ。何か手はないのか。あ、そうだ、父さんも設計の段階で気づいてたはず。なら必要な部品も。随分前になるが、壊された隠れ家から物資を回収した。持ち帰ってからはオットーが管理してる。もしかしたら手がかりくらいはあるかもしれねえ。俺が行ってこよう。みんなは二度と出航の用意を頼む。何をしとる。まだ寝ていなければ、支度が終わればそうしますよ。
エンタープライズの部品か。オットーに聞いてみよう。クライブ、年寄りの昔話を聞いてくれるかい？ああ、付き合おう。ボーギャンの流した例の噂があっただろう。あれはあながち嘘じゃない。昔は確かに敵味方関係なく武器を売りまくった。それで財を成したのも事実だ。金儲けってのは私にとって最高の娯楽だったから。でもおかげであちこちに敵を作っちまって、連中から追われることになった。そんなある日、どこで私のことを聞きつけたのか、シドが取引を持ちかけてきたんだ。私の身の安全を確保して商売に有益な話を提供する。その代わり格安で武器を売ってほしいと。それからシドと一緒に。ああ、隠れ家で真っ当な商売さ。実際シドが持ってくるのはうまい話ばかり。がっぽり稼がせてもらったよ。そんな時もっと稼げるなんて言われたら信じてしまう。どうせならバリスゼア全土を買い占めるくらい儲けようってね。俺がマザークリスタルを破壊すればいろんなものが飛ぶように売れる。シドの言葉を信じて隠れ家へ財産をつぎ込んだってわけだ。それが奴の口車でまんまと乗せられたとも気づかずに。結果その思惑通り、今じゃ金儲けなんかよりあんたの目的を叶える方が楽しいと思ってる。そして私はそのためにここにいる。おかしなもんだ、人生ってのは。いつも感謝してるよ。いいね、クライブ。私から楽しみを奪うんじゃないよ。何か用かい？さあ、見ていきな。いい選択だ。ちょうどいただくよ。持ってきな。また来なよ。一仕事してやろう。どれが欲しい？こいつなら敵なしだ。大事に使えよ。よし、できたぜ。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。またな。歴史に興味があるなら、書庫で本を借りたらどうかい？カンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちはエーテルだまりやアカシアが増えたせいで外でのか。
よし、行こう。行け。アンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちはエーテルだまりやアカシアが増えたせいで帰ってきたか、クライブ。
カンベルの様子はどうだった？ああ、実は。そんなことがあったとは。ひとまずみんな無事でよかった。しかし、お前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。前の隠れ家から回収したものはどこに？使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品として演者に渡した。シドの私物もミドに渡しといたからな。あるとすれば工房だとは思うが。わかった、念のため調べてみよう。プライズとやった。これはシドの研究記録か。何やら難しいことが書いてある。他を探そう。シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。シド、カンベルが襲われてるって聞いたよ。造船所にいるミドは無事なのかい？これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物、まさかそれがエンタープライズの部品。ミドが初めて作った装置。オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、手がかりは見つかったのか？教えてくれ、オットー。ミドが初めて作った装置とは何だ？初めて作った装置？ああ、あれだ、オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした？どうやらその中にシドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。はあ、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。エーテルだまりやアカシアが増えたせいで外での活動。カンベルが大変なことになってるんでしょう。ミドたちは大丈夫なのかしら。やっぱり変だね。うん、やっぱり変だよ。テト、クロ、どうした？シド、大変大変！オーケストリオン、壊れちゃった。どういうことだ？たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。ほら！お前たち、何かしたのか？何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやって。
ほらって。調べてみるから、そこをどいて。何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音、知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよクライブ。それがシドの宝物だ。以前奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれクライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。なあ、分かった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。二人とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか、どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ドゥ・サージュが？さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に。世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだろう。あんたがそう言うならいいんだけど。それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてねクライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか？最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。タルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が代わると言っても自分が見るって聞かなくて。ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃタルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか。ああ、俺から話してみよう。よかったクライブ、頼んだよ。タルヤ、
話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリゲも心配している。一度休息を取ったらどうだ。ありがとうクライブ。でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか。ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど、痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか。そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれタルヤ。本当にその薬を使うのか。彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよ。クライブ、エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。その材料集めに協力してほしい。わかった、いいだろう。ありがとうクライブ。この時期ロストウィング近くの裏山道にマイトリングって魔物が出る。そいつから魔中眼を取ってきてくれるかい。クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料をお願いね。クライブ、この前は世話になった。実はまた困っていることがあってな。もしかしてまたブラックソーンのことか。ああそうなんだ。俺は以前外の任務の補修である指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんでブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。怒らせることをしたつもりはないのに何が悪かったのやら。頼むクライブ、もう一度手を貸してくれないか。仕方ない、こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ先にあいつのところへ行ってるぜ。アンバーやラザロガイはエーテルだまりに沈んだって話だ。僕もミド先生みたいに計算が早くなりたい。じゃあ今日は三日のお勉強。シド、おかえり。戻ってたのかい。こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも。ええ、生育自体には成功したのですが、花付きや目の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えていると言います。強靭な個体であれば
その気根一つで幾日も生存できるとか。お願いですシド、強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか。わかった、協力しよう。ありがとうございますシド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。なあ、確認しておく。それではよろしくお願いいたしますシド。カンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちは大丈夫なのかしら。ついているもの。なんだクライブ、またオーガスタと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった。昔からさ、オーガストに聞いたぞ。あいつの指輪を見るなり不機嫌になったそうじゃないか。なあブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ、指輪を見て少し昔を思い出しただけだ。昔を？ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ頼むよ。まったく、話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも家事の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺にこれほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ、ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命を懸けなきゃならねえ。だからこそ誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたような奴にはな。ブラックソン、その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今更会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも答えてやりたいんだ。それに家事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。わかったよ。よし決まりだな。ゾルターンだったっけ、その人は今どこに。俺の故郷だ。ドラボズって村で大騒ぎしてる。ドラボズって言いや
コラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よし、クライブ、後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーン連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。